皆さん、こんにちは。健康の時間です。朝、私たち、太陽を向いて、ああ暖かいの太陽を感じして、体は実際、陽の木を育て、強くして、そうすると、寒くても、暗くても、あるいは、現実的に、順調のことでも、逆境、 の時でも、私たちみんな乗り越えて、自分の目標に向いて、一歩一歩実現する。実際世の中、そういうこと、順調もあるし、逆あの、不自の状態もあります。いろいろ自分の成功のところもある。失敗のところもある。明るいところもある。 暗いところもあります何やっても自分の心は太陽のように明るくて、体内の中にいつでも陽の気を充満して、そうすると外部はどういうことあっても乗り越えるできる。あるいは自分の思いのように夢実現する。